こうとなさって。君もぜひ来たまえ。姫たるもの、やはり常に王子のそばにいなければね。え、あ、はい。私、実は常々行ってみたいと思ってたんです。ナースさんやメイドさんの服を売る店とは一体どんなところなのでしょうって。ナース、光輝いて、なんかすごく不安になってきた。いや、初めから不安だったけど。え、そんな、大丈夫ですよ。お店の外観は素敵です。そこの彼女。え、はい、はじめまして、本田トールと。確かにそういうものかもしれませんね。触れたまえ。いかがでしょう。紅茶で刺繍で白い窓目に白。半ばだというのに。これは一体どういうことなの？卒業したら一人暮らしを始めたいと思って。だから今から貯金しておく。子が嫌いなんですか？荷物も全部掘り出したと思うんだけど、改築が終わるまでこの家に泊まればいいよ。勝手に話進めて勝手に喧嘩売ってんじゃねえよ。ですが、もしもお嫁さんになれたと。トール、こっちだ。こっち。あのキョウ君、何か妙なに。キョウ君は料理がお上手なのです。ぐわーっと一気に泳ぐのです。守っ